どうもアズです。今回はマトウロード超技属性でプレイしてます。セルに季節が入っていてこれでクリアできるので、今回マトウロード超技でゴジータ砲を持っていなくても 120% でなくてもクリアできるパーティーを紹介します。フレンドのゲストさんにスーパーサイジン砲ゴジータを使用しているので、リーダースキルは、フュージョンカテゴリー使用していないので技属性 50% しか発動していません。これで、HP は今28万ぐらいだと思いますが、 120% だと33万ぐらいになって、この感じだとリーダースキルは全体的に弱くなっています。クリアタイムちょっと長くなってますが、途中止めてた時もあったのでこんな感じになりました。リーダースキルは全体的に弱くなるんですけど、やっぱり保護ジータの回収が必要になるので使用しました。あとこのキャラ持ってる人も多いと思いますが、持ってる方は多分極速属性は比較的楽にクリアできると思いますが、自分は持っていないので、今こういう感じのパーティーで行きました。悟空3とウィスはとつなしで、2次3体は、イベさんで、サタンは弾が足りていません。あと相手の攻撃が多いところに飴玉かブルマを置いて、全体的に気絶キャラが多いので、結構おすすめだと思います。あとドッカンモードは2戦と4戦で発動しましたが、2戦目はほとんどもう意味がない感じで、2回発動できたら結構楽になるんじゃないかなと思います。あと無課金やってる方とか、ガチャ確率、ガチャ運が悪いとかで、キャラ持っていないとか 120% サンドでしかクリアできないとかは多分関係なく、バトルロードクリアできると思うので、1回では多分無理と思いますが、何回かやってるうちにクリアできるんじゃないかなと思います。それではご視聴ありがとうございました。